Got it. I am going to interview Ms. Etsuko Yahata. This is as part of the Global Feminisms Project. Global Feminisms Project の一環として、今日は日本で活動されている八幡悦子さんをインタビューします。では八幡さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速なんですけれども、八幡さんの活動についていろいろ聞いていきたいと思います。で、八幡さんはどのような経歴、どのようなきっかけがあって、今のご自分があると思いますか？あるいは今のご自分の仕事、活動があると思いますか？はい、私は看護師、助産師として総合病院に10年勤務していました。その時、離婚を体験しています。その時、自分には離婚に関しての情報が全くありませんでした。病院を辞めて仙台に来ました。そこで女性の離婚に関する支援活動に入りまして、ようやく自分に起きたことがドメスティックバイオレンスと知りました。さらに性暴力被害者支援に関わりました。セクハラ裁判や性暴力の被害者に会ったことがたくさんあります。性暴力の教育が全くなかったことに愕然としました。結論として、家父長制や男尊女卑の価値観の中に私は育ってきたことを実感しました。仙台で性教育の仕事に入り、その中で男女平等や人権尊重、性暴力の予防教育を伝えることの重要性を知り、そのことを伝えることに努力してきました。そっか。今の八幡さんがあるのは、そういう自分の体験もあるし、それからそこが入り口となって、いろんな活動をしてきたんだよね。で、NPO、NGO だよね。うん、女性の、団体をで活動してきたけど、仙台でその離婚に関する支援活動を始めたっていうのは、ちょうどその時仙台でそういう活動があったの、それとも八幡さんが作り出したの？ですね、弁護士の女性弁護士の方の呼びかけで、女性15人くらいで、女性のための離婚ホットラインという活動をしました。33年間まだ続けてるんですけど、すごいよね。それまで、はい、離婚に関するボランティア活動ってほとんどなかったんですね。それで電話も面接も溢れるように来ました。そう、だから個別面接もまるでこうなんか野戦場の病院みたいに、もうついたても何もない状態で、もう次々電話も鳴り響いて止まらなくて、その頃確か東京でニコニコ離婚講座って活動は聞いたんですよ。あ、そうだね。だけどそれは男女ともに対象としてました。で、私はその女性弁護士さんが女性のための離婚ホットラインっていうことに入らないって言われて、あ、私も手探りでやってきて、母子家庭9年半した時に、実はいろんなことがあったんですけど、どのように考えたらいいかわからなかったんですね。それで混ぜてもらって、そっか、何もわからないまま進んできたんだなってことがよくわかりました。すごい反響でした。それからたくさんの法律や公的な窓口ができましたけど、その年に2回のその女性のための離婚ホットラインはまだ続けてまして、コロナで1回だけ休みましたが、やはり必要だということで、1日だけに、そして朝から夕方までに絞って、また昨年から始めてます。やはりいろんな相談窓口できましたけど、そこからまた紹介されて予約なしで来れるということで、
多くの方がいらしています。それが原点で、いろんなことを学ぶことができました。それから必要に迫られて話し合いの場を作り、シェルターを作り、気がついたら NPO の代表になってます。気がついたら、うん、はい。33年ってすごいよね。ね。はい。ずっと続けてるんです。はい。うん、でもさ、今話を聞いてるとやっぱニーズがあるんだよね。ね、はい、だから何か始めると本当に待ってましたって言ってそのニーズが押し寄せてくる。で、はい、そのニーズを聞いてるとあこういうプログラムも必要だなって言ってどんどん新しいことを八幡さんやってきたじゃない。ね。はい。それについて少しじゃあ聞いていいですか。例えば今シェルターを始めたって言われたけど、はい、シェルター以外にも、はい、今活動しているハーティー仙台はいろんな新しいプロジェクトを作ってきたじゃないですか、うん、どんなプロジェクトがあるのかな。はい、まず弁護士相談、まあ、離婚ホットラインを始めた時にたくさんの人が弁護士に何を聞いたらいいかわからない、自分はどうしたらいいかわからない、うん、そういう段階の人がいっぱいいたので、声をかけましたら50人くらい来たんですよ。それで10人くらいずつ分かれて、まあ、スタッフが入って話し合いの場を始めました。それが続けてくださいって言われて、深呼吸タイムっていう活動をすぐ始めたんですね。あ、そうか。それを月に1回、そしてだんだん2回、平日に来れる人、それから休日土曜日だと来れる人、うん、休日だと夫がいるから来れない人もいるんですね。で、これを私は一番力入れてます。そして一番手応えを感じてます、うん、はい。で、その他にもちろんシェルターも前は結構、4室くらいの部屋の規模でやってたんですけど、まあ、DV 法が2011年にできてからは私たち自身は専従の人件費もあるわけではないので、公的なところに入っていただくことを背中を押すという、そういうスタンスで、シェルターは2部屋に小さくしました。そして、力を入れたのは、やはりその話し合いの場とか、電話相談を増やすとか、それから、あと、離婚後の人たちの集まりの場とか、はい、その離婚、シェルターに入って出た後が長いわけですよね。調停、裁判、そしてそれが終わってからまた暮らしていく時の孤立もありますし、それでその DV のサバイバーの人たちの集まりの場を開きました、うん、それから今度はその深呼吸タイムやサバイバーの集まりに来る人たちの子どもたちが一緒に遊びましょうと言ってもとてもパワーがあるので無理だなと思って震災後グループリラっていう集まりの他にリラキッズっていう小学生中心の集まりの場も開きました。 それは今あと終了してますが、そして3年前からはその DV の女性のと一緒に出た思春期から青年期のね子どもたちです。それが男性ということで非常に社会に出れなかったり本当に家からこもっていたり小学校から行ってなかった人とかそういう方がいたんですね。で、ハーティーの活動だけでは男性の関わりがなかなか場を作るのは難しいので、もう少し他と連携して男性のスタッフも入れてごぼうプロジェクトっていうの。そうだ、ごぼうプロジェクト、はい、うんうん、そしてもう1年やってみてどうなんだろうと思ってやったら、仙台は大学や専門学校や若い人の職場があるので、うん、割と広域から若い人が来ている、集まっている。その中でDV 家庭の中で傷ついた若者で、それがもちろん精神疾患になっ
ている方もいる、働けないでいる方もいるけど、その他に大学や大学院、そして職場に入っていたのに、そのことを手当てするとこがない。精神科に行ってる人もいるけど、やはりなんか違うものを求めてた。NPO も虐待する親の相談、話し合いの場を中心に行っている NPO はあるけど、虐待の中で育った若者がどうしたらいいんだろう、どこにつながったらいいんだろうってことを探してつながってくる人たちがいて、まあ、1年でやったことがもう3年目になってるんですけど、やはり一番最初のその男性3人の氷山の一角でしたけど、やはりたくさんいたんだなってことは実感しましたし、その3人も変化しました。本当にゆっくりだけど、うん、だからやはり私自身が性教育の仕事で少年院の子どもたちや養護施設の子どもたちにたくさん会って教育してきました。今もしてます。それから中学生や高校生たくさん会います。公園に行って性教育で、大学生にも会います。その時にやはり大変な虐待環境の中、精神的、経済的、それから、まあ、身体的もありますし、性的もある、その中で育ってきた人たちが、医療とか、そういうことも必要だけど、なんでそういうことがあって、まあ、自分は価値があるっていうことに変換していくための支援、それが、なかなか巡り合っていないということに、まあ、そういうことに気づきました。だから、ごぼうプロジェクトも続けてます。で、かつ、今度はハーティー仙台で、電話だけじゃなくて、コロナになったことで、まあ、全国的に内閣府の費用で、SNS 相談、あれを体験しまして、オンラインで行うことの意味を大変分かりました。スキルも大変学ばせてもらったので、昨年の11月からハーティーでメール相談も始めました。そうしましたら、とにかく、まあ、東北の人は少し入るけど、宮城県の中からメール相談が続いています。それで、まあ、ゆっくり返す、早くて2日いない、4日くらい、いない、まあ、5日以内に返しますって言ってけど、平均して 2,3 日では返してるんですけど、これがその夫がと同居している人、仕事をしている人、それから子育て中の人がいつでも書き込めてゆっくり返事をもらって、その店舗でも非常に必要としているってことを実感できました。でメール相談を続けていますとか、そこに若者たちですね、傷ついた若者たちの中で女性の若い人たちですね、その人たちが回復するためにはやはり私たちと会う場を多くした方がいいと思いまして、もちろんフェミニストカウンセリングにつないだり、ただしそれは優勝なのでそうはいけません。性暴力の長期になった人は男女共同参画財団の無償のカウンセリングにもつなぎます。だけど、カウンセリングだけじゃなくて、私たちと一緒に活動することが有効かと思って、今年度は、6月からは、そのごぼうプロジェクトで出会った20代、30代の女性たちを、今度は10月から、始めるチャット相談の入力係に入ってもらうことになり、日々自分の都合いい時に来てもらって勉強してもらってます。で10月今準備中ですので、10月になったらチャットの入力係をするということ、わずかですが優勝でということを始める予定です。そのようなことに女性金申請をして
取れましたので、少なくても来年度、まあ、2年間は予算があるので、あの若い人たちが一緒にやることで、あの自分たちにも自信を持ってほしいなと思って、今その準備に必死です。はい、そうだね、10月ってもうすぐだもんね。ほとんど今できたんで、カードとか入り口のホームページ整備を夜中まで IT の人と詰めてます。やっぱりあの話聞いてるとね、そのニーズがあるから、それを受け止めて新しいプロジェクトを作ります。そうすると本当にニーズがあるからブワンと来るじゃない。でそれに応えるためにまた新しいプロジェクトをしたり、人を増やしたりとかして、どん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 こう忙しくなってきてるじゃない。ね、そうなんです。加速的に忙しくなってる、はいはい、でもっとその話を聞きたいんだけど、その前にあの仙台は10年前、2011年3月11日、うんうん、あの東日本大震災の被害を受けましたよね。その時のことを話していただけます、うん、どうでした、その時どういう活動をしたのか、どんな状況だったのか。はい、あの私はそうですね、その大震災が来る前に、まあ仙台はそれなりに、まあ、日本の中では後を追いながらも独自の方法をやってこれたなくらいにちょっと思っていたんですけど、大震災が来まして、もう宮城県のこう3分の1くらいが流されてしまったような思いです。沿岸部一帯が町ごと流されて、多くの人が亡くなり、私の身内も何人も帰ってこない。その時に、なんか自分の力がとてもちっぽけで、何をしたらいいかわからない気持ちになりました。だけど、だから、なんていうんですかね、世界中に助けてって言いたかったです。で、まあ、少なくとも、メールで日本中に助けてと発信し、まあ、吉浜さん通して世界中にもその言葉を発信したら、多くの人たちが押しかけて、まあ、送ってくれたり、お金や物を送ってくれたり、訪ねてきて一緒に回ってくれて、私はすごく感激しました。でもその時に私はあのまあ、女性を支援する活動をしている、女性が女性を支援するためにこのような物資が来たし、あの女性たちが来ている、もちろん来る人たちには送る人にもいらっしゃる人も男性もいるんですけど、女性が女性を支援する活動をしているっていうだけで、その被災地の女性たちがとても喜んで元気になるのを感じたので、入り口が女性ということがとても意味があるんだなと思いました。ハーティー仙台ね、今八幡さんが理事をしている、NPO ハーティー仙台、地震のためにドアが壊れてね、メンバーが閉じ込められたりとか大変だったんだよね。でメンバー自身もみんな被災してるじゃない。八幡さんも家族を亡くしたし、それからね、自分の家が壊れたメンバーもいっぱいいるけど、でも活動続けたよね。今振り返って何が皆さんを突き動かしてたんだろう。そうですね、あのまあ、古いビルの中の相談室、まさに24時間の DV 相談、性暴力などの相談のホットラインにメンバーが出てた時でした。でドアが開かなくて、まあ、ビルが崩れるかと思いましたが、崩れませんでした。ドアを外から壊してもらって出たわけです。でやはりもう余震がもう頻回に続いてたので、私は命の方が危ないと思って、相談はもちろん抜けまして、私たちは相談を休止しました。
だけども、でも、うん、やはり再会したよね。ね。ええ、再会しました。うん、あのビルが、まあ、余震は続いてたけど、まあ、ビルがあの倒壊しないという判定も出たし、あのやはり大変困ってる人たちがいっぱいいるだろうと思ったので、あの相談を再開しました。それからあの、まあ、男女共同参画財団でもたくさん相談してましたが、やはりあの災害のことでって特別にまた電話を相談窓口を増やしたんですね。だけどみんなバスは間引きでしか来ないし、あのタクシーや、うん、あの自分たちのガソリンもままならない状態だもんね、うん、そうなんです、うん、私も身内の被災地に行けるのに1ヶ月かかりましたから、ガソリンなくて、うん、そういう時に本当にすぐに参加できるのは、うん、あの歩いて行ったり自転車で行ける、あの仙台中心部に行ける仲間だったので、財団のホットラインにもすぐ参加しました。パーティーも参加しました。それでその相談を再開して走り回りながら、今度物資を持って被災地沿岸部に、ね、走り回ったよね、はい、それについても少しお話しください、はいはい、私はあの本当にその仕事も、まあ、たくさん仕事してたんですね、教育分野の。その他に活動もなくなって、うちにいた時にあのやっぱみんなとつながって発信できることが SNS でしたね。それであの被災地 の、 その親族が生き残って避難所にいるなということもそのネットで知ることができました。で行きたかったんですけど、バスに乗ってやっと走り出したから行こうと思ったけど、じゃあ帰りに乗れるのかとか息子に言われて、うん、そうだなとか思って、うん、でガソリンが入手できる4月初めから行き出したんです。もうそのラジオテレビで見ることと、その町全体が流されてしまった、もう道路が壊れている、走ってる車は自衛隊と警察の車だけ、全てを失った人たちがいるという状態にもう目の当たりにして、もう通うしかなかったです。親友や命、奇跡的に助かった姪のところに、避難所に通いました。そのうちにパーティーのみんなも先導してくれたら行くよって言うんで、自分たちのお金で食べ物を買ったり、いろんなものを持って行きました、うんうん、そのうちにそのことをインターネットで伝えたら、そのガソリン代にしてくれとか、うん、物を送るから届けてくれ、うん、女性が女性に届けるってことをしていると言ったら、ぜひあなたが渡したい人にあげてくれっていろいろ届きましたので、あの倉庫を借りて受け入れるようになり、全国から来た車何台4台も5台も連ねて、一緒に多くの被災地のところを回ることになりましたですね。はい、そうだね。何度かお邪魔しましたが、ね、倉庫、はい、山のように物資が積み上げられて、うん、で、ね、1日がかりだよね。ね、あの、はい、以前あの道が悪いし、迂回したりとかして、いつもより時間かかるし、でいろんなところを回って物資を届けて、みんなクタクタになって戻ってきて、うん、ね、でもさっきも続けるしかなかった、行くしかなかった。って言われたけど、でも、うん、何がその活動を支えてるの、どこにそんな力があるんでしょう。やっぱり私たちも例えば半壊判定を受けたマンションにいる、自宅も壊れたところがある。だけども、うん、
やはり現場に行けば、その家族を失い、家を失い、仕事を失い、何もなくなった、呆然としている人たちがいるわけですね。そうすると、私たちは被災者ってそんなレベルじゃないなって思いましたので、何もできないなって無力感も感じたけど、やはり支援に来ましたよ、少しですがと言って、全国および世界からの思いを、言葉、それから来てくれたことを、それから物資で伝えることで、向こうの被災者の人も涙流して喜んでくれたということで、もう休日、仕事してたけど、休日はそこに行くということをやめれませんでした。はい、被災地に行けばそのみんな大変だからって言うけど、自分も被災してんだよね、自分も被災地に住んで働いてんだよね。でもやっぱりもっと大変な人がいるからって言って、やっぱり自分の大変さをなかなか話せなかったじゃんね。そうですね、うんうん、まあ、それがあの吉浜さんが来てフォトボイス、うん、まあすぐ5月でしたよね、始めたの、 そうね、その倉庫で。そうだね、4月の二十何日くらいに一度行って、うん、その後話し始めて、うん、そうだね。うん。うん、まあ、その時、うん、フォトボイス体験してみて、写真を写し、自分の思いを語るっていうことをした時、仲間たちがゆっくり話せて、そして、福島にも通ってた仲間もいました、原発の避難の状態ね、うん、思いを話すっていう時に、うん、涙流して語ってくれた。そういう時、まあ、本当に自分たちも被災者っていうことね、あのやっとここで話せんだなって思いました。それで、でもやっぱ比較してみてね、あまりにもレベルの差が、悲惨さが凄ましかったので、やっぱり自分たちはできる限りのことをしたいとも思いましたね、うん、はい。そうだよね、つい比べちゃうけど、でもみんなそれぞれすごい大変な思いをして活動してきたじゃない。でフォトボイス始めて、今八幡さんが言われたようにも涙がボローってね流れてきて、初めて泣けました、やっとね話せましたっていう声がね聞いたけど、大事だよね。もちろんね、大変な人がいるから、ね、自分を顧みずにね頑張る、だけど自分も大変だってことを認めていいんだよっていうのを実践したよね。ね。そうですね。でも DV 性暴力と同じだと思うんですよ。みんな表に出て話すっていうことを、その DV 性的な暴力、ドメスティックバイオレンス自身がもうジェンダーに基づく暴力だと思う。そういうことを表に出て話すってなかなかできないですよ。できない。あの反対にバッシングにあったり、実際攻撃が怖くて表に出れない人がほとんど、そういう時に代わりにアドボカシーで話す、表明してくるってことをずっとしてきてたんですね。だから被災者の人たちがあの辛い思い、もう家族みんなが亡くなった思いとか、そういうことっていうのは被災者同士で語れない、そしてかつその中で女性であるっていう、また重ねての思い、そういうことも語れない、うん、それを私たちがやっぱり足運んで聞いて伝える、うん、そしてそのことをその場では言えなくても入り口を作って聞き取ってまた発信する、そのことをしないといけないなと思いましたので続けてたと思います。
震災後、はい、女性の暴力っていうのは増えました？表面化した？ですね、まず電話相談の臨時電話が置かれていたけども、うん、半分で話せとか、そこは人が通るところであったり、避難所ね、あ、そっかそっか、みんなだから携帯電話も流されちゃったとか、電気がね、ないとかで、そうです、そうか、うん、だから、うん、その公的なところでホットラインがあり、うん、そして、かけてくださいって言ったって避難所でもうかけれる状態ではなかったということです。それからもちろん一緒に弁護士も行きまして、弁護士相談もしますと言ったけども、その女性支援であって DV や性暴力の支援をしているという私たちが弁護士相談したら、あの人は一体何を相談してるんだ、誰が自分の家族のことをあの人は相談してるのかって分かるわけですよね。だから分からないようにしました。同じ T シャツを着て、弁護士はもう女性同士が語り合っているというような風にして相談を受けてました。でもとにかくお互いの目があって、半年体育館で暮らすわけですよ、ね、半年以上ですよ、雑魚寝だよ、ね、3日4日じゃないんですよ、うん、はい、プライバシーないもんね。そうな、そういう中で、まあ、だんだんについたてとかできましたし、別室もできましたけど、だけど非常にまたある意味では表だったその DV っていうのはかえってなかったわけですね。だけど個別的な避難、なんだ、仮設住宅、うん、これに行ったら薄い板一つしてであっても、うん、とにかく個別のお家に入るわけですから、うん、これはもうものすごい吹き出すだろうと思いましたね、うん、だからまず 2,3 ヶ月経って少しずつ少しずつその仮設住宅に行った時に、 DV 相談はやっといろんな入り口ができて、たくさん受けることができました。とにかく地元や人の目があるところでは言えない相談なんですね。ただし仮設住宅だって壁が薄いですからね、うん、咳払いだって聞こえる、テレビの音も聞こえる、うん、だから離れた空き地に行ってやっと入手した携帯でかけてくる、このようなこともあったです。あとやっぱり災害後ってみんなほらサバイバルモードじゃない？だからなんかこう自分の家族のこととか自分のことは我慢するみたいな、そういう風潮もあるし、その我慢を強いるなんか世間のさプレッシャーみたいのもあるのかな？世間のプレッシャー、避難、うん、実際災害で会った人は、うん、もっとその身近に自分と同じおよびそれ以上に家族を失ったり大変なあの悲劇に遭った人たちがいるわけで、やはり言いにくいっていうのはあったと思います。その他にやはり、まあ、避難物資を渡しに行っても代表が男性で、その男性に渡すってことで本当にみんなに行き渡るんだろうかとか疑問だったし、公的なところの避難物資はその人数分公平にしなきゃいけないから100、200揃ってないと受け取らないとか、そういうことがありました。だからやはり公平といってもいろいろなものが世帯主に行くとか、それからリーダーが男性であるとか、そういうことで女性たちが本当に受け取ったり、自分が個人として支援されているっていうことを直に感じられているのかが、とてもそこが弱いなと思ったので、私たちは女性の相談でありし、入り口は、女性に渡すということをあくまで続けたです。はい。それから性暴力 DV に関してはとても身近では言えないことなので、やはりその頃はメール相談なんてなかったから、電話で無料でフリーダイヤルで聞くというのがたくさん増えていたし、そこを充実させていきました。そうだね、避難所のリーダーが男性だとかさ、その、
なかなか相談しにくいっていうのは、災害前もそうだったけど、災害後がっていうのはさ、その災害前の問題っていうのがもっと膨れ出るみたいな、すごい大変さがあるじゃない。でその東日本大震災は2011年、その後、はい、このコロナ禍で、はい、女性への暴力、女性を取り巻く環境ってどういう変化がありましたか。女性はその大震災でもコロナでももともと貧困なのがもっと貧困になりました。それから居住空間が狭いということで、非常にその男性自身も不安と貧困とストレスを抱え、今度は女性や子どもに向けてきているということが起き続けています。社会的に弱い立場にある人にこう暴力がいく。その通りです、うんうん、そこから逃げる情報が、うん、まあ、脱出して行く方法があるということが、うん、なかなか伝わっていないですね。少なくてもただし震災の後もやっと24時間の相談というのが少しずつ広がってきた。その他にコロナでやはり東京でたくさん殺人事件が続きました。宮城県はもう毎年あって、殺人事件は一件もなかったのは2019年だけです。あ、そう。はい。それで世界中がそのコロナ禍でやはり弱者に暴力が向かっているっていうことで対応が動いてますよってことを、女性たちのシェルターネットのネットワークでやはり政府に訴えたことで、やはり DV 相談プラスという24時間電話相談が4回線で始まり、チャット相談が始まったことで、そのことをまた行政が、各地の町行政が広報をいっぱいしたし、マスコミもいっぱいしたので、あ、言えることなんだっていう、またその相談できることだってことが非常に浸透しましたので、たくさん相談が来ました。で今も来続けています。 DV 相談プラスは1年で終わる予定でしたが、溢れるように来るので、やはりまた続けています。電話もチャット相談も、もともと震災で寄り添いホットラインっていうのがきっかけで始まりまして、それも続けてましたけど、一般ライン、男性いっぱいかけてくる、女性もですがね、まあ、一般ラインやセクシャルマイノリティ、外国人ライン、そして DV 女性ライン、自殺まで考える人、こういろんな入り口がある中で、やはりその女性ラインが少し混んでもいますし、埋没してしまうのはあるわけですね。だけど DV 相談っていう名前で全国が、行政マスコミが広報しましたから、あ、相談していいんだって気づいた人、今まで相談することピンとこなかった人たち、はい、老齢期の人たちとかね、自分たちの問題とか、それから老齢期の人が娘や孫のことを心配しているとか、それから相談に、公的な相談にかけるよりは裏社会ですね、それ自身も性暴力ですけど、風俗、売春、そういうような世界でチャット相談とか、そういうチャット相談って言ってもチャットルームはアダルトなんですけど、そういうところに吸い取られていた人たちが、そこがもうコロナで収入が途絶えたので、あ、もうどうしようもない、死ぬしかないと思った時に、やはりその彼女たちにもそういう相談がありますよと情報が届いて、かけてきているということが分かりました。質問が前後しちゃうけど、はい、これ最初に聞くべきだったんですけど、今の肩書きというか今のお仕事について教えてください。この DV 野生暴力に関しては NPO 法人ハーティー仙台の代表理事をしてます。はい、何年勤めてます？もう何十年NPO 法人にしたのは、実は
大震災があった2011年なんですよ。あ、そうですね。その前に長いずっとそのハーティー仙台という名前で活動してるんですが、 NPO 法人に届けるってことはですね、住所を出すんですよ。そうなんだよ、日本の公開しなきゃいけないんですね、自宅住所、名前どころじゃないんですよ。 そうよ。そしてこの文書公開で3人理事副代表まで含めて出さなきゃいけない。今は代表の私だけですけど、それから顧問の医者や弁護士の住所も出さなきゃいけないっていうスタートだったんです。だから仙台市と連携してずっとその33年前からやってたんですが、 NPO 法人にするメリットを感じなかったんです。はい。だけども2011年震災の年ですけど、前年度に全国シンポジウム、 DV についての全国シンポジウムを仙台でするって決めたんですね。そうするとその公的な県とかそういうところの助成金をお願いしなきゃいけない、まあ、もちろんその協賛であるというような名義もいただくのに、やはり審査する人たちが NPO 法人っていうのがついているっていうことがやはり大きなポイントになると聞いたので、しょうがない、 NPO 法人にするかと言って2011年に NPO 法人にしたんですよ。それで私の住所で法人登録しました。そのままです。今は1名だけ出せば、そして一度弁護士や産婦人科の先生の顧問はなしにしました。でその後 NPO 法人のこと条例が少し変わりましたので、また医師や弁護士を顧問って載せるようにしました。顧問料なんて払ってませんよ、寄付と会費をもらうだけですよ。私も別に給料もらってるわけじゃないですよ、他の仕事してます。だけどやっぱり NPO 法人って出した方がマスコミの方も納得してくれるんだなっていうのが分かりました。それで私の住所でしているから、はい、私のところに訪ねてくる人もいます。はい、だけどいや、ここは私の自宅ですと理解してます。はい、あ、何を話してたんだろう。今のじゃあね、活動じゃあ NPO 法人の、代表理事の他にいろんなことやってるじゃないですか。はい、そうなんですよ。はい、ね、出発点、伊畑さんの出発点は助産師。そうなんですよ、病院勤務辞めて仙台で個別のその相談室をちょっと開きましたが、まあ、2、3年やって母乳育児なんていうのはとにかく科学的な説明をして励ますことでできるんだなって思って、ちょっとやめようか、病院に戻ろうかと思ったんですが、性教育を行いまして、思春期の性の相談員をしたことをきっかけに性教育をどんどんするようになりまして、それがなかなか面白いなと思って、このまましばらくフリーでいようと。そうしますとどんどん看護学校や助産師学校の講義、そして養護施設や少年院の講義をすることが出てきました。そしてその NPO 法人の DV や性暴力の活動をしていて、やはり性教育の中に性暴力のことをきちっと伝える、予防からできるだけ小さいうちから伝えることが大事だと思ったので、自分の活動と仕事の中がリンクしていって、うん、たくさん子どもたちに、若者に伝えることが大事だなと思いました。それで気がつくと、男女共同参画財団の理事もしてます。それから仙台の都市は東京と違って100万都市とはいえ小さいです。だからそれぞれの NPO、 薬物中毒やチャイルドラインや、それから児童虐待防止の NPO や、それぞれ、たくさんの NPO がみんな知っている中です。お互いにまた支え合っています。そういうことなので、他の活動の例えばセクシャルマイノリティの
支援活動やエイズの相談や支援活動などにも入っています。八幡さんにとって八幡さんがライフワークとしてることって何でしょう？ライフワークはもう私は女性や子どもたちの人権が尊重されなければいけないとか、それから男女平等が行き渡らなきゃいけないとか、こういうようなことを次世代にどうやって伝えていくかということがもうずっとやり続けることかなと思っています。うん、そうだよね。人権、女性の人権、男女平等、ね、性暴力防止、なんかすごくさっき いろんなことがリンクしたっていう言葉使われたけど、ね、自分の経験とか、はい、それからこれまでの活動、いろんなことやってるけど、なんか根底にあるのは絶対人権、女性が女性から女性へのこうサポート、はい、でそれとあとその一対一のサポートもするけど、社会を変えていかなきゃいけないっていう、そういうところもあるのかな、八幡さんのところには。そうですね。うん、はい。ですね、やはり、まあ、仙台であの DV や性暴力にたくさんの仲間と取り組んできて、じゃあその全国シェルターネットというのがすぐあるということで、東北であのシェルターしてるとこもその時なかったので、すぐ東北代表になって理事入らないと言われて、えとか思ったけど、先住でもないしとか思ったけど、つながることで、まあ、全国の動き、そして自分たちの先行っている女性たちの動き、それを学ぶことができました。そしてその人たちを通して世界のその女性の人権、男女平等について動いている動きも知ることができました。そしてそのネットワークで、その被害者当事者の声を届ける、そしてそれをまとめてまた発信するということで、法律ができたり改定されるということも実感できました。だから私が目の前で細々と一人をずっとこう支援していく、それがものすごい人数ではないけども、そのことははっきりとその長い経過を見て自信を持って言える、こういう支援があると人の人生は変わる、その子どもたちの人生も変わる、このようなことを NPO は発信していく、いけるし、その実際のことをちゃんとアドボカシーで伝えることで、また施策が変わっていく。そうすると、また窓口の予算も変わるし、実際支援の福祉も変わっていくってことを実感しました。そうだね。少しずつ変わってきてるよね。もちろんいろんな問題は、制度の問題あるけども、法律ができたり、新しい、プログラムができたり予算がついたり、ね、政府が噛んで女性の暴力のホットラインに、ね、トレーニングもやったし、もう20年前、10年前考えられなかった、10年前に初めてか、震災の後にね、あの内閣府が乗り出してきたし、少しずつ変わってきてるよね。でもその裏にはもう毎日のたゆみない、もうそれこそ血のにじむような汗が流れ出るようなね、努力がある。でも少しずつ変わってきてる。だからなんか続けてるのかな。そして私たちはもうだいぶね、あの年も取ってきたし、これからね、次の世代に続けていくってすごく大事じゃない？そうですね。まあ幸せが流れるって言うけど、でも楽しいです。楽しい。楽しい。だいたい代表が楽しい。面白いと思ってないと人はついてきません。私が一番これは面白い、
人の奇跡に対応してるんだけど楽しい、うん、なぜそうかっていうと人が変わっていくわけですね、うん、その出会いでその人の人生が変わっていく、そして表情が明るくなっていく、そして大変だったけど良かったってなっていく、それ10年20年30年付き合うってこれはもう NPO しかできないでしょと、うん、そこなんですよね。そうするともう長い経過見てるので革新的になっていくわけですね。この支援は価値があるって、そのことを言えるってことはもう私たちが言わなかったら誰が言うんだ。でこれを自分が宮城県で話すだけじゃなくてシェルターネットというところでもう声明文出すところか、例えば国会の中の広いところに各省の人たちを呼んで、全国から200人くらいが女性たちが行って、そこにたくさんの当事者が入って、決して顔は出さないけど自分の問題として語る場も作って、それをまあ厚労省も内閣府も総務省もまあ文科省も警視庁もみんな聞くってすごいことだなっていうのを、まあ、東京の集まりに行ってみて、私やっと、あ、私って本当に選挙するだけじゃなくてこういうふうにその直接人が訴えることで各議員の人たちが心動かされて、やはり条例が変わるとか、そういうことってあるんだって学ばさせていただきました。でもそれはものすごい立派な文が私作れなくても、目の前で何十年と見た人たち、小学生の時来た人が大人になって結婚していく、気がつくともう頭真っ白に髪の毛真っ白でヨレヨレになってた人が老齢期なのに若返って、うちの講座の講師をしてたり相談員やったりしている若い人たちが本当に少しずつ関わることで、私もそういうことに関わりたいって勉強しますって来てるわけですよね。そういうのを見ますとね、やはりつながって行動するってことは世の中が少しずつ変わるんだと思ったら、いや面白いですよ。で楽しいですよ。やめらんないね。うん。絶対面白くて楽しくなかったら、どうして自分の生計を支えたりする仕事以外にどうしてできましょう。で確信できる情報を例えば全国の人たち、それから世界の人たち、はい、から聞くと、あ、まだまだやれることはあるんだなって思って、まあ、仙台で新しいことをやってきましたって言うけど、それもやっぱり全国のみんなの話を聞き、世界の人たちの話を聞いて、先行く人たちの話を聞いて、やっぱり必要だと思ってたの、やっぱりやった方がいいよなと、そのように背中を押されてやってみました。このインタビューは、グローバルフェミニズムズプロジェクトの一環じゃない？で、はい、ちょっとじゃあフェミニズムって何ぞやとかさ、フェミニズムと、まあ、八幡さんたちがやってる活動ってどうつながってんのやみたいな質問ちょっとするね。はい。八幡さんにとってフェミニズムってどういうこと？私は病院で働いてる時に何にも分かりませんでした、うん、で仙台来てフリーランスになった時にいろんな人が向こうからなんか話しかけてきてくれたんです、うんうん、その中の、女医さんですけど、東北で一番最初にフェミニストカウンセラーやった方です。そして性教育のことで出会ったんですね。それでまあパーティー仙台のスタートから一緒にやったし、仙台市の DV 調査も一緒にやりました。で未だに仲間です。その方に私フェミニズムって何ですかって聞きましたよ、はい、そういう教育何も、女性の人権とか
男女平等の教育なんて何にも受けてないですよ、うん、なかったもんね。なかったですね。私病院で産科小児科、うん、そして助産師やってたのに、女性の支援者だっていう意識どこまであったんだろうと思う。で何ですかって聞いたら、八幡さん男女平等ってことですよ、うん、言われて、もう私その言葉聞いた時なんかストンと落ちましたね、うん、あ、そういうことか、平等じゃなかったんだ、うん、なるほど、シンプルなことなんだなって。そうだね、あのフェミニズムとか言うとすごいなんか硬いけどさ、すごい基本的なことなんだよね、うん、そうです、うん、でチャイルドラインにも入って、うん、あ、子どもの人権って大事なんだっていうこと、うん、まあそれはそのいろんな NPO がその子どもの立場から、うん、私たち NPO 活動としては女性の立場から、うんうん、薬物中毒ダルクや、うん、その依存症の NPO の方は、うんうん、そのそこで追い込まれた、うん、その病的なおよび弱者のその人の大変さに寄り添ってそこから発信する、うん、それぞれの立場で、うん、あの支援していく、うん、でも全部つながっている、うん、でも根源に女性は一番人数が多くて、うん、そして自分が差別されてることも気がついてないよ、うん、子供ですけどね、うん、はい、そのことが大きいんだな、うん、そして子供のそばで次世代が育っていく、だから将来を変えていくのにやはり女性支援っていうのがとても大事だし、簡単に言えば男女平等、人は平等、これが実現されてないことはそれぞれ男性にとっても次世代の人にとってもとても不幸なんだ、うん、ということが簡単に男女平等って言葉でストンと落ちました。そうだね、でこれは絶対実現したいよね、ね、はい、そのためにもう駆けずり回ってるんでしょ、八幡さんは。いろ、うん、そうですね、なんかそこの かなり進んだ形ってどこにあるんだろうって思うと、どうしてもスウェーデンとか、うんうんうん、ノルウェーとか、そう、ね、フィンランドとかそちらの情報が入ってくると、うん、とても、うん、ああ惹かれました。で震災後、うん、やはり震災後の支援として仙台はノルウェーとの友好関係ありましたので、うん、何年にもわたってノルウェーに行っていろんなことを学んでくる、交流してくるっていうのがあったので、うん、3回目は私も行きました、うん、でやはり若い人たちがとにかく生き生きとして、男性も女性も自分のあるがままですよね、うんうん、で伸び伸びと生きている人たちっていうのを目の前にして、うん、やっぱりできるんだなって思いました。だからより、まあ、スウェーデンやノルウェーのことを学んで、ノルウェーで目の前にしてなんかブランドの服を着たり、強度ダイエットしてすごい可愛くしなきゃいけないとか、そういうことが全くなく、私の実力で評価されますかって思ってる女性たち、そして一緒に仕事するのは楽しいですよって言ってる男性たち、うん、もちろんその国だっていろんな問題はありますけどね、うんうん、でもまず若い人が生き生きして活躍してる国って見て、あ、次世代に希望を持つ方法はあるんだっていうのは実感できたので、余計落ち込まなくなりました。そっか、はい、ね、今北欧諸国とつながっていろんなこと学んだって話が出てきたけど、その北欧諸国の取り組み、女性の暴力とか人権問題の取り組みと日本の例えば八幡さんたちの活動の共通点とか、それから違うところ、相違点、どんなところなんだろう。うん、私たちが目指していることは同じだと思うんですけど、うんうんうん、違うところはやはり施策にその生かされてない、この学んだ
ところ、そしてそうやっていきたいっていうところ、でそれはやっぱり選挙でそれが大事だと思う人たちが増えなきゃいけない。だけどその若い人たちがそのことをちゃんと情報をもらって投票し、自分たちの代表を選ぶということができると気づいてない。あ、その話を私結構性教育やいろんなことで全国に震災前は行ってたんですけど、震災ってコロナ前、うんうん、そうすると性教育、性暴力の話する他に二次会で話をするわけですよ、うん、スウェーデンやノルウェーも、うん、ま、40年50年前は同じだったんだよって、うん、そして若い人がこうやって変わっていっているんだよ、元気になるんだよって、うん、そういう話全然聞いたことないって言うんですよ、若い人たち、うん、そうだよなって。そういう教育何にも学校でされてないし、じゃあ私も、うん、じゃあ人権って大事なんだよ、男女平等なんだよ、そしてそういうことは実現できるんだよ、若い人たち希望を持って自分たちの思いの代表を選んでいいんだよみたいなことを性教育の中に入れていくわけですよね、うん、そうすると若者の目が変わるんですよ、うん、もう通じるって確信できますよ。300人いようと600人いようと700人いようと。だからあ、もう子どもたちへの教育が大事なんだなってとても思いました、うんうん、大学に行った人たちが、私たちは大学に来てこれだけのことを学んだ、例えばリプロダクツヘルツ&ライツのですね、うん、でも来なかった人どこで学ぶんだった、これ知らないで大人になっていたこと恐ろしいって、うん、反則書きますよ。だけどやはりコロナになって私立大学、まあ大変になった、いろんな意味で経済的にもね、そういう時にジェンダー論が消えてしまう、うん、でも続けなくちゃと思ってる人いるから、またコロナ落ち着いたら復活するんじゃないかと思うんですけど、でもそこに来なかった人どこで学ぶんでしょうねって書いてきますよ、うん、そうだなって。本当に小さい時からの教育に入らなきゃいけないけど、現場の先生たちもそういうことも学んでないし、気がついたとしても自由に教えられない。それはやっぱり戻ってみれば卵が先か鶏が先かだな。その大きな方針が変わらないといけないし、そのことが予算がいかないといけないので、やはり地道に若い人たちに伝えていくことが大事かなって思っています。このフェミニズムズプロジェクトはね、大学におけるプロジェクトなのね。で、多分今日の八幡さんのインタビューを 見る人聞く人の多くは研究者、ね、大学で教えてる教育者だったり研究者で、現場を持ってない人も多分多いと思うのね。研究者とその活動家のなんていうの、連携というかさ、どういうこと、何が必要なんだろう。はい、研究者の人たちのインタビューも何回も受けました、うん、そういうヒアリングとマスコミの人の取材はずっと丁寧に対応してきました。いらないってほど資料も渡します。で、やはり世の中の人は現場の人の声も聞くけども、やはりちゃんと統計を分かりやすく整理して公正な目でいろんなところのデータをちゃんと集めて論理的に説明する研究者の人の話は信頼しますよ。だからその人たちが発信していくことはとっても大事だと思ってます。私はテレビでコメントをするなんていう時になるべく顔を出したくないんですよ。だから当事者を顔隠して出てもらうことと、うん、仲間の大学教授に出てもらいます。それも男性に出てもらいます、うん、30年以上の仲間の、 そうだね、その方がやっぱり世の中聞くんですよ、うん、彼はもちろんフェミニストで女性問題男性問題両方とても分かってる人です、うん、でもあえてその人が研究者である、社会学者である、そして男性問題に詳しい
そして教授であって、男性であるってことで話してもらうと、私は余計インパクトがあるし、人は聞くと思うので、男女関わらず論理的に統計を出し、研究を発信し、身近で大学生にそのようなことをきちっと伝える人、とても大事だと思います。日本の今の状況大変だけど、日本でもそのフェミニズム、あるいはその男女平等の動きね、運動って少しずつ発展してるじゃない？どういう期待をしますか？日本の将来、こういうふうになってほしいっていう。若い人たちが希望を持って立候補し、選挙に真剣に考えて自分たちの意見をちゃんと投票する国、そうなりたいです。そうなりたいね。で、はい、さっき畑さんが言ったように、若い人たちがこう希望を持ってこう輝いて自分らしく生きていく、いける、そういう社会作りたいよね。そうです。先進国の中で一番憂鬱で自分に自信がなくて、そして社会は変えられないとほぼ諦めているってパーセンテージが高いのが日本なんです。内閣府のホームページに出てます。なんか絶望して従うしかない、諦めるしかないっていう教育されてるからダメなんだと思います。教育大事です。大事で、そうです。ものすごい長い時間じゃなくても、若者、子どもたちに伝えたら伝わるって、この33年間、革新的に思ってます。そうだ。工夫して伝える。伝わります。だからあまり絶望感はないです。八幡さんにとって、どういう言葉で聞いたらいいのかな。もう全てが八幡さんの一番の業績なんだけど、自分の活動の中で最も大きな業績なんですかって言われたら、どう言います。全部大きな業績だけど、八幡さんにとって、私はパーティー仙台の活動を続けているってこと、まあとにかく代表性を背負うって言ったらちょっとなんか自分褒めてるみたいですけど、女の人たちってすごくやりたいと思ってるけど、トップ切って名前出したり、スタートしたり代表するとかそういうことのトレーニング受けてない、でそれをまず私やるからって言って最後の責任取るよって、もちろん覚悟持ってるわけですよ。そこのところをやり続けているってことが自分にとって自分を褒めたいです。はい。それでそれをみんなもできるんだよって思って、ただし同年代の人に代表し、もう他も変わってるから変わんない、私69ですよ、変わんないって言ってもはいとはなかなかみんな言わない、それ無理なんだなって思うことも多いんです。でも次世代の若い人たちはその中から育ってほしいなって思っているし、大学出た人たちで興味持ってアクセスしてきている方たちがいるので、まあ、いろんな仕事をするかもしれないけど、やはりそういう人たちにもお給料がいって、そういうことにつくのはかっこいいんだっていうね、そういう世の中に なりたいなと思っています。それから、まあ、やはりなぜこの活動をしてきたかって、子どもや若者に、まあ、人権がある、そしてそれを尊重することはお互いに大事だということ、そしてその実際に目の前に出会った縁があって つながることができた女性や子どもの被害者支援をいろんな人とネットワークして続けてきた、そして今も続けてるってことを
これが自分にとってよくやったのって、そして今もよくやってるねと言いたいことです。うん、はい、本当だな。だから人が一緒に、ね、ついてくるっていう言い方じゃないんだよね、パーティーはね。一緒にやるんだよね。ね、八田さんが代表だけど、こう、八田さんもちろん引っ張るよ。でも、なんか、パーティー仙台って、つながりがすごいじゃん。その、共同体っていうかさ、あんまりこう上下関係なくて、八田さん代表だけど、ね、あの、ホットラインのさ、夜中のシフトもやるし、ね、うん、ある意味でその平等っていうのをすごく実践してる団体だと思うのね。で、そうなんです。うん。うん、話して反対も、うん、反対したり慎重に考えようって、うん、必ず反対意見を述べてくれる仲間もいます。うん、でもその方が、うん、その方を話し合っているうちにみんなも より納得するんです。うん、そして。その方はもう主力となってやっていくんですね。だから、うん、それから私が得意でないところですね、うん、あの本当に日常的にあの手工芸やね、いろんなことをやってるとか、うん、そういうことが得意な人もいるし、老齢期の人のケアが得意な人もいるし、子どもたちの託児が得意な人もいる。でもそれがやっぱ私はこれができる、私がこれができるってことがみんな、あのみんな生き生きとやるのはとてもいいことだなと思っているし、もう一つはその24時間にも入ってるんだって、私ね、現場に入ってないとダメですね。あの少しずつでも入ってないと、そこを私の名前で受けてやってますよねっていう時に、どんな傾向でどんなシステムで何を目指しているのかっていうことがわからないと、うん、私は代表やってられないです。でこれはあのやっぱり医療現場にいたからだと思います。うんうん、現場で動けないってことは、うん、やっぱり一緒に汗を流さない人には人はついてこないと思っているので、 うん、それは大学の研究者の汗の流し方と違うし、それは全部やっぱり研究者の人も汗流してるんだと思う。で一緒に、うん、あの遊んだり一緒に料理したり、うん、一緒に食べたり、あと一緒に踊ったり踊ったりしますよでも、ね、うん、なんか自分が面白いと思ったこと、うん、みんなも面白いと思うんだなっていうのがあるので、うんうん、ただ自分の中ではつながってんです、うん、なぜその踊りなのかとか、うん、なぜ動かすかとか、うん、今一緒にあの森田入里さんのヒーリングヨガ、うん、老齢期の人とやったり、うん、若い人とやったり、小学生とやったり、うんうん、そう保護施設の子どもたちや少年院のことやったりして、でもそれはやっぱり一緒にやるとか、それはそのとても大事だし、毎日一緒にできないけども何かの代表するっていうのは、汗を流さない人には人はついてこない。本当だね。うん、水面下の、活動の下準備とか、そういうことをちゃんとやらない限りは人は信頼してくれないし、それができなくなったら代表は本当に変わってもらおうと思っています。ただこの形が名前が続かなきゃいけないってことでもない。同じ活動がもっとできて別な名前でやりたい人がいたらそれもいいことだと思います。ただある程度行政やそのとの連携、他機関との連携ができているところの方、そして予算が持ってこれる形になってた方が次世代の人は少し楽だよなって思うので、もうちょっとやろうかなと思っています。もうちょっとと言わず続けてください。また、いろんな形で、ね、一緒に仕事をしていきたいし、またいろんな話をお聞きしたいと思います。はい、今日はね1時間以上にわたり八幡さんのね、はい、あの始まりから今の仕事、そしてどういう視点でどういうことを目指して活動してきたかっていうことを聞いてきたんですけど、まあ1時間じゃ足りないよね、八幡さんの仕事についてね。でもこれだけは伝えたいっていうことあったら
話してください。男女平等とか人権尊重した方がみんな楽しく生きれるんです、それができるだけ伝わることだと思います、世界中に世界中に、はい、もうそれしかないと思ってます。そうだね、はい、ね、男女平等だからこれ女性だけの問題じゃないんだよね。はい、ね、男性も楽になるんです、そうだね、若い人も、はい、お年寄りの方もみんな楽になる、みんな元気になれる、はいよね、はい、世界中が 100% 急にそうなることはないけども、方法はあるし道筋はあると思っています、若い人たちはいっぱいいると思います、伝えれば伝えればね。そして、はい、なんかちっちゃな変化でもそれを実感したり見たりすればあ変わるんじゃん。あ、そうです。ね。今日はすごく意義のある話をありがとうございました。またこんな形で、全国のこれこそ世界中の若い人、それからあまり若くない人も含め、やっぱり江畑さんが現場で汗を流して。培ってきた知識とか、ね、経験を、これからも私たちにシェアしてください。これからもよろしくお願いします。はい、聞いていただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。